下落の勢いが加速。下落最大の理由は、福利の成長が期待できる。<music> こんばんは。福利で増えるです。今回のテーマはラックス。株価は今後どうなるもし最後まで聞いていただけましたらとっても嬉しいです。ではまず、ラックスとはどのような会社なのでしょうか。ラックスは社内での経費生産を効率化するためのソフトを提供している会社です。 主な顧客は従業員数が50名以上の大企業です。従来の交通費など経費生産の処理の場合、社員が現地で領収書を受け取り、社員がそれを紙で申請、それを経理が手作業でパソコン入力という流れをたどっていました。楽々生産登場後はソフト上で申請し、経理は確認作業だけ。紙、手入力などを減らすことで経費の削減に貢献しています。 楽楽生産、利用企業は約9000社。ラクスは経理管理ソフトの開拓者なので、シェアは1位です。収益源は初期費用10万円プラス、月額費用3万円からとなっています。ところが、昨年9月をピークに株価は約半年で、3分の1に急落、下落最大の理由は利益の減少。企業の説明によると、 成長のための投資により減益ということになっています。成長企業にとっての成長は売上げの成長なのでしょうか投資家にとっての成長は利益の成長と考えています。だから企業が減益の理由をどれだけ論理的に説明しても実際に減益が発表されると株価は下がってしまうんですね。そもそもなぜ減益になるのでしょうか 売上の増加額より経費の増加額の方が大きくなってしまっているからです。ではなぜ経費が増えたのかテレビ CM などの広告費と法人向けに営業をする人などの人件費を増やし続けているからと考えています。つまりどれだけ利用者が増えても広告と営業を続けなければ売り上げが伸びないソフトだからということです。 投資家が求めている成長は利益の成長です。だから現役になると株価は下がってしまいます。しかも、2022年になって下落の勢いが加速。売るから下がる、下がるから売る、売るから下がるという悪循環に陥っています。現在、悪循環の真っただ中、底値ではなく買い時でもないと考えました。なので、 ラクスの今後の株価、増える個人的には、まだ下がると考えています。あなた様はどう思いますかコメント欄に、あなた様の考えを、A、下がる。または B、上がる。もしくは C、横ばい。教えてください。また高評価を押していただけましたらとっても嬉しいです。あと今年中のチャンネル登録者10万人を目指しています。応援のチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。 いつも本当にありがとうございます。追伸です。将来、利益が増大するソフトかどうか、理解しておくと便利な考え方は、ネットワーク効果です。ネットワーク効果とは、参加者が増えれば増えるほど、参加者さんのつながり、ネットワークそのものに価値が生まれて、ソフトの価値が上がることです。ネットワーク効果が働き始めると、たくさんの人がすでに利用しているソフトに、 新しい利用者さんが流動の広告や営業なしでも入り続けるようになります。ネットワーク効果が働かないソフトとは、広告や営業がずっと必要なソフトです。ネットワーク効果が働くソフト、例えば、Twitter、Facebook、Instagram など、ある一定の利用者数を超えると、紹介や口コミがどんどん発生するようになるので、将来広告や営業が不要になるというわけです。 もしネットワーク効果が働くソフトだったらたとえ今赤字だったとしても将来的には福利の成長が期待できるということです。以上です。幸運を。